いつも動画見ていただいてありがとうございます。57歳おっちゃんのガレージラグということで、本日めでたく誕生日で57歳になりました。ありがとうございます。昨日まではね、56歳おっちゃんのガレージライフということでね、キャッチフレーズみたいに言ってたんですけど、今日から57歳、無事迎えることになりました。ありがとうございます。それで、一体このおっさん何やってるのかなって初めて見た方はそう思われるかとは思われますが、私のね一応動画はね2年前から本格的に YouTube アップし始めて、それで私が30年かけて集めたバイクとか車が趣味なんです。それで集めた車とかバイクを維持するためのレストアとかカスタムとかあと修理とか、そんな感じでね毎日、ガレージライフを楽しんでる動画をアップしてます。ただ素人のおっさんがごちゃごちゃするだけでございます。それでね今日朝起きてガレージに来た、めちゃくちゃ臭いんですよこのガレージの中が、ガソリンで。それでどうしたのかなと思って、でずっと確認してたらね、ゴリラちゃんお漏らししてました。昭和のノーマルキャブなんで、仕方がないかなと。それでね今からねキャブの方をねちょっと分解したいと思います。バラして掃除するのはもう時間早く終わっちゃうので、それでスバル360のねエンジンルームの中もね同色で色塗ろうかなと思ってますので、で塗料がないので私の友達がね塗料を作ったるということだったんでね、とりあえず燃料キャップを外して持って行って、トモ色を作ってもらおうと思ってます。そんな感じで、私の YouTube は私が毎日遊んでる動画になります。今日はゴリラです。どうぞご覧ください。よし、はい、原因はここです。どっかわからんのですけど、ほらガソリンが漏れて臭いので、とりあえずね、この燃料オフにして、外していきます。これかな、よいしょ、これで外します。はい、外れました。はい、それでとりあえずこのエアクリーナー外します。とりあえずねもうネジの外せるネジはもうすべて外していきます。それでオーリングを全部新品に交換していきます。はい、次にガソリンいっぱい出てきてます。このフロートの方を開けます。これで燃料を止めたりする役目をしてくれてるフロート、これを外します。メインジェット、これね詰まりのチェックします。これがねアイドリングスクリューになります。これアイドリングを上げたり下げたりするんですけど、はじめねこの位置が今ちょうど調子良かったので、この位置を覚えるために一回軽く締め込んでいきます。半回、1回半、2回半で15度、これ2回半と15度、ほなから次につけた時に2回半と15度開けてやったら、同じような調整になります。そんな感じでね、はじめの初期位置を何かに控えとくと、同じような状態に戻ると。次にねこのエアースクリュー、こちらも外します。これもね今の位置がどの位置かなって分かっとったら、次にセッティングっていうか
組み込むときに同じ位置にとりあえず合わせてやったらいいので、はい、これ あんまりね、ガイに締め込みすぎには注意しましょう。これちょうど時計の針で45分ぐらいでした。でこれもバラします。まあこんな感じで一応ネジ類は外して、あととりあえずシューッとクリーナーで拭きます。それでね、キャブクリーナーで掃除する前に、キャブクリーナーはこのねオーリングを傷めるっていうのでね、オーリングを剥がしますけどね、オーリングはこれも再利用しないのでね、ちょっと無理やり取ってもいいんですけど、ちょっと丁寧に剥がします。これくっさいんですよ。これね、パッキンが来るまでね、素手でもう一遍仮組みしときます。私ねパーツをすぐなくしちゃうんで、もう仮組みしときます。とりあえず仮組みしたので、これでオーリングが来るのを待っときます。あとここのね、このパッキンも新品に交換します。それでキャブを外してるついでにね、普段なかなか掃除ができないこのキャブの下のところ、とりあえず磨いておきます。外してるついでにね、ちょっと磨きます。はい、どうも動画お付き合いいただいてありがとうございます。それで今の友達のところに、燃料のあの蓋、スバル360の持って行って、調合をお願いしてきました。本当にねありがたいです。友達がしてくれるのは本当めっちゃ嬉しいです。それで、私はとりあえずこのキャブ、よいしょ、キャブを今日ね、オーバーホールっていうか、まあオーバーホールっていうことでもないんですけど、ね、エンジンもかかっててアイドリングもして調子良かったんですけど、多分どこぞのこの、パッキン、このオーリングからあの燃料が漏れてたのかなと。それで今オーリングを注文してるのでね、それに付け替えしてやったら、もうそれでね大丈夫かなと。一応やっぱりね、綺麗に磨いたろうと思って磨きました。だから、今回キャブするにあたって調子が良かったんでね、この、ネジの位置、はじめに何回転開けてたかなっていうのもノートにね、控えてますので、その通り組んでやって、とりあえずエンジンかけてから、あとこのエアースクリューでね、アイドリングが、このアイドリングが安定してたら、このエアースクリューで一番アイドリングが上がるところのちょっと下ぐらい、一番上がるところからちょっと戻すぐらいでね、このキャブの調整してやろうかなと。これねキャブが一つはねやっぱ楽です。3リットルはね4つキャブがあったのでね、同調取る、同調とか取らなければならなかったんで大変だったんですけど、これはね、簡単にね、いけるかなと思ってます。こんな感じで、今日は最後までご視聴いただきありがとうございます。それでオーリング着てね、次のね組み立てるのはねもう来年の動画になると思います。そんな感じでまたねオーリングが来た時点でね、また組み込んで、動画にしますので、それまでちょっとこのゴリラは置いときます。そんなわけで、今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。このような動画ですけど明日もアップしますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それで、このおっちゃん、こんな緩い動画なんですけどね、毎日私がガレージで、遊んでる動画なんですけど、いいね高評価していただければまた励みになるので、すごく嬉しいです。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。57歳になりました。イエーイ、おーっ。